西洋式の金張なで丸太の皮を剥ぐ金とは木工に用いられる工具である。チョナとも発音される。漢字では金のほ他、長なと表記する。桑に似た形状をした斧の一種で斧としては横斧に分類される。カンナが普及する以前は木材の荒削り用として世界各国で使われていた。石器時代から存在する歴史のある工具である。 使用の際は、使用者が、材の上に立ち、足元に、金を振り下ろしながら後ずさりすることで、材木を荒削りする。また、大木をくり抜いて、薄、骨鉢、丸木船などを作る際にも用いられる。薄や、丸木船作りに用いられる金は、薄彫り、もったなどと呼ばれ、材木削り用のものより、柄が短く、片手でも使える。日本式の金の柄は、主として、 演珠剤を湾曲させたものであり、その先端に槍のように刃を差し込む。一方、西洋式の金は、桑やマトックと同じく直線的な柄に直角に刃をはめ込む。欧米における金は、木材加工以外に老朽家屋の解体にも用いられ、単独の道具ながら、あらゆる用途に用いられる。考古学、民族学の観点からは、一般的な伐採斧や、 巻割り斧のように刃と柄が平行な斧を、縦斧、金のように柄と刃が直角に位置する斧を、横斧と呼ぶ。旧石器時代前期に石を打ち書いて、形を整えた、惰性石器の石符、握り斧は、文字通り種で握って使う、柄のない斧だった。これに柄を取り付けることで、刃と柄の位置から、縦斧と、横斧の区別が生まれる。シベリアのエニセ川流域にある、 アフォントバ山遺跡から発見された2万年前の石符は主要の痕跡から横斧とみなせる。ヨーロッパ北部においては1万年から8000年前の中石器時代前半にあたるマグレモーゼ文化の遺跡から角石を打ち書いて作られた惰性石器が多数発見されている。その内訳は眼界を打ち書いて残った塊を仕上げた歴格石符の横斧が 最も多く岩のかけらを仕上げた白変石符や縦斧の数を圧倒している。同時代の北ヨーロッパでは骨斧も横斧が優勢である。しかし、8000から7000年前のエアテベレ文化期に至って縦斧が優勢となり、その形状も大型化する。これは気候の変化で植生が待つカバ類から紅葉樹に置き換わったため、 強靭で粘り強いオークなどの木を伐採するため、工夫した結果と思われる。新石器時代の縦斧や横斧は、核栓岩や玄武岩、翡翠などを研ぎ上げて成形した魔性石器で、後のケルトに至る、戦隊分土器文化や露船文明の出土物にその痕跡を見ることができる。ヨーロッパからシベリアに至るユーラシア北部の斧は、横斧としてスタートしたが、 中石器時代後期に縦尾の優勢に変化し、それは青銅器時代から現代に至るまで変わらない。古代エジプト文明においては、すでにエジプト公王国の時代より金が見出せる。当初は石器だったものの王朝誕生以前には刃の材質が角石から銅に置き換わっていた。石製の刃は木製の柄で挟むことで固定するが、 金属製の刃は筆に柄を通して固定する。そのような古代エジプトの金を博物館で見出すことができる。エジプトの古代文字、ヒエログリフには金を図案化した文字がある。また、ミイラや彫像に牛の足などの供物を捧げる、口開けの儀式の檻は神や霊と交信する、細具として金が重要な役割を果たした。白人到達以前におけるオセアニアでは、 縦斧はほとんど使用されず、大半の地域で横斧が使用されていた。ニュージーランドの先住民族、マオリは、カウリなどの大木を南極製の金で掘り抜いて、カヌを作るほか、丹念な彫刻で装飾した建築を作り上げた。20世紀の半ばまで石器時代さながらの生活を送っていた、ニューギニアの高知人には、 縦尾ののみ使用する部族と横尾ののみ使用する部族がある。モニ族やラニ族は縦尾ののみ使用するが、セピック側の支流域に住むヘブ族や北東部の高地に居住するクククク族は横ノの,のみ使用する部族である。大木を伐採する際は頭の上に横ノを大きく振りかぶり、クワを振り下ろす要領で幹の側面を剥いでゆく。 クククク族を含めたニューギニアコーチ人にとって、石符は道具であるとともに、財産でもあり、結婚の際は、結納として、花婿側が、花嫁側に、巨大な装飾石符を送った。鉄器の伝来以降はこの風習もなくなり、代わりに、鉄器や豚を送る。メラネシアやポリネシアには、干渉の島など、石器の素材に適した石を産しない地域も多い。 そのような場所では、社古外の厚い貝殻を研いで制した、貝斧の金を用いる地域も多い。貝斧は、粘りがあって、砕けにくいため、玄武岩など石器に適した岩を散する地域でも、使われていた。約1万年前に、現在のアメリカ合衆国アカンソー州から、ミズーリ州にかけての地域で栄えた古代文化、ダルトン文化の遺跡から発掘された石符は、 使用の痕跡から、横尾として、丸木船作りや家の建築に使用されたと考えられている。アメリカ大陸の北、太平洋沿岸は、日本海流の影響で温暖な気候や降水量に恵まれ、米松や米杉などの針葉樹に覆われている。この地に住むインディアンハイダ族やクアキュートル族は豊富な森林資源を生かして、大建築やカヌー、食器、 トーテムポールなどを作り上げてきたが、彼らが用いる金は60度の角度に曲がった枝を柄としたもので、ヨーロッパの伝統的な金によく似ている。カスがゴンゲンゲンキエ。遠鏡2年に成立した絵巻物。左下部で大工が板の表面を金で削っている。旧石器時代の遺跡である、群馬県の岩塾遺跡からは、打声石器の石符と、 極部魔性石符が発掘されているが、これらはいずれも横斧として使用されていたものらしい。しかし6000年前の縄文時代に入房状石符と呼ばれる石符が登場し、以降は縦斧が主体となる。横斧は木材の加工など、副次的な役割に回るようになった。弥生時代に大陸や朝鮮半島から鉄器が伝来し、地域の差こそあれ石符は徐々に、 鉄符へと移り変わる。しかしながら、当時の鉄器は貴重品だったため、斧や金は、鉄の使用量が少なくて、済むよう、桑のように木製の刃の先に鉄を被せた形状の、ものが流通していた。古代の日本においては、ノコギリがほとんど普及しておらず、樹木を材木に加工するには、斧で伐採して寸断した後、くさびを打ち込んで引き割り、 金で荒削りした後にアリガンナで表面を仕上げる方法をとっていた。この状況ゆえ杉やヒノキのように木目が通って引き割りやすい針葉樹が建材として好まれることになり、さらに良材を原料にしなければ作り得ない大型の板は大変に高価なものだった。室町時代に大陸から大型の縦引きのこぎり、オガが伝来し、以降は節の多い材や、 欅のようなキメの入り組んだ材であっても引き割って、角材や板に加工できるようになり、木材は大いにコストダウンされたが、それ以降も金は、角材の荒削りなどに使用され続けた。明治初期に来日したアメリカの動物学者エドワード、S ・エスモースは、日本伝統の大工仕事を見学し、大工たちは、裸足で材木に乗り、足元に斧の一種を振り下ろす。危険な作業だが、 彼らの内足の指を欠損した者は一人もいないと記録している。現在、実際の建築や製材現場で金が実用されることはほとんどない。一方で、江戸時代に建築された古民家を解体した際に出る古材は表面に浮かんだ金の削り込んだ独特の衣装とみなされて珍重されている。金跡を模して仕上げるためのカンナも存在しており、 和風の飲食店などで壁材として用い民家のイメージを出す例もある。携帯しやすい短めのハリガンバー現代においても、一部の彫刻家や宮大工、生地師、薄作りの職人が仕事の場で金を用いる例がある。警察官や消防士などが屋内突入に用いるハリガンバーは、金の刃と直角にスパイク、柄の反対側に平らバールをつけたような形状の、 道具である。ありがとうございます。